今津海岸砲台記念石左は、今津灯台今津砲台は、幕末、兵庫県西宮市今津に設営されていた砲台。その後、今津海岸砲台記念石として、今津歩道の残石でできた記念碑が建てられている。砲台は、向こう群今津村の海岸に建てられていた。記念碑の案内板には高さ10から12メートル、直径10数メートルの石像で、 二層目に、開けられた方眼より大砲で四方を狙うことが可能であったと記されている。記念石、正面記念石、背面大正4年10月の国名が見られる幕末の頃、国防に不安を感じていた江戸幕府では、勝海舟の剣儀を取り入れ、文久3年、大阪湾の解剖のために、和田三崎台、舞子放題、西宮放題などと共に、 砲台の建設が開始された。基礎工事では砂地絵線157本もの松食いが打ち込まれた。建設に必要な三影石は主に、備中小田群の島々より切り出し、回路にて運搬された。熟練工を多く招集し特管工事で建設が進められ、慶応二年に竣工した。明治元年、陸軍省の所有となった今津砲台は、 他の砲台と共に売却が宣告されたものの、一旦は中止となる。だが明治43年に、海軍省より民間へと払い下げられ、大正4年に解体、砲台の石材の一部を利用して、今ず海岸砲台記念石と刻まれた記念碑が作られ、福王神社へ奉納された。その後、平成7年の阪神、淡路大震災による同社の被災、復興を経て、記念碑は、 かつての砲台が建設された地域へ移設されている。ありがとうございます。